東京の男性が怖くてなかなか恋愛に進めません。怖い。どうやったら素敵な出会いができるのかお聞きしたいです。あ、関西出身ですか？はい、もともと兵庫県に住んでいて、1年ほど前に上京してきました。なんでか分かんないけど兵庫県の男性の方が私は怖いです。え、なんで？本当ですか？そう？なんで？何が怖い？え、なんか関西の人って結構強めじゃないですか。強い。あ、ねえ。いやでもその相談者さんからすると東京の人の方がちょっと強くて怖いんだ。そうですね、なんか強くてというよりかは異性の友達がこっちにいなくて、でその恋愛をどういうふうにつなげていけばいいのかなっていう。